今回は2009年に J リーグに加盟し、近年成長を見せている栃木 SC の歴史について紹介します。2013年のユニフォームスポンサー撤退や2015年の J3 降格など、これまで様々な危機に襲われてきた過去がありました。この動画ではそんな栃木 SC の歴史について紐解いていきます。ぜひ最後までご視聴ください。栃木 SC の前身は栃木蹴球団です。1953年に栃木教員サッカークラブに改称、これが栃木 SC の実質的なスタートとなりました。1984年に関東社会人リーグに初昇格するも3度の昇降格を繰り返し、1992年から1998年までは昇格できず、苦しい6年間を過ごしていました。それまで教員のみのアマチュアチームとして活動をしていましたが、1994年に栃木サッカークラブに改称し、教員以外の選手にも門戸を広げます。すると1998年に県リーグ優勝、天皇杯初出場、7年ぶりに関東社会人リーグへの昇格を決めたのです。そして1999年の昇格年に優勝、全国地域サッカーリーグ決勝大会で準優勝、 JFL へ昇格する大躍進を果たしました。JFL 初参戦となった2000年は13位という結果に終わりました。翌年の2001年から J リーグ参入に向けての準備が進められることとなり、アカデミーの基盤を整え、2005年に J リーグ入りを目指すことを表明しました。2006年第86回天皇杯3回戦で当時 J2 の東京ヴェルディに勝利、4回戦で当時 J1 の清水エスパルスに敗れるも天皇杯史上に残る激闘を繰り広げました。この年、運営会社となる株式会社栃木サッカークラブを設立し、 J リーグ準加盟申請を行います。翌年の2007年に J リーグ準加盟が承認され、 JFL 年間4位以上という結果を残せば J リーグ参入というところで、前期第16節終了時点で7位独占。成績不振を理由に監督である高橋隆を解任し、柱谷浩一が新監督に就任します。しかし結果を残すことはできず、8位でシーズンを終えることとなりました。この結果にクラブは大きな決断を下します。オールプロのチームとして再始動することを決めたのです。それに伴いアマチュア契約選手のほとんどを放出します。そして2008年、新加入20名、残留8名の計28名でスタートを切り、11月16日のアルテ高崎戦に勝利した栃木 SC。 この勝利により J リーグ加盟条件となる JFL 4位以内が確定しました。小さな市民クラブがプロサッカークラブへと変貌を遂げた瞬間でした。チームを J リーグへと導いた柱谷浩一は退任、新監督にはアビスパ福岡やヴィッセル神戸などで監督を務めた松田博が就任します。また名古屋から元日本代表の米山敦を獲得するなど、7名の選手を補強し J リーグ元年を迎えます。シーズン途中に宮本徹、レオナルドを期限付き移籍で獲得するも、1年目は厳しい戦いが強いられ、18クラブ中17位でシーズンを終えます。松田大成2年目となった2010年、16名の選手が退団しましたが、船山隆之など新戦力が加わり、シーズン途中には横浜 F ・マリノスから水沼宏太を期限付き移籍で獲得、第14節時点で4位につける好調ぶりを見せ、最終的に10位でシーズンを終えます。確実に手応えをつかんだシーズンになりました。そして2011シーズン、チームスローガンを J1 へと掲げ、サポーターと昇格を強く誓い合います。水戸から大和田正史、柏から渡辺博文、鹿島から鈴木修斗などを獲得し、実力者を揃えてシーズンに挑みました。ホームスタジアムである栃木グリーンスタジアムの改修も完了し、 J1 昇格に向けて着実に準備が進められていましたが、3月11日に東日本大震災がクラブを襲います。それでもチームは震災に負けずに快進撃を見せ、シーズン中5度首位に立ち、 J1 に向かって突き進んでいました。しかし中心選手であったパウリーニョの戦線離脱を皮切りに順位が下降、最終的に10位でシーズンを終えることになりました。2012年は第3節以降7戦連続負けなしや、第21節からの6連勝と奮闘しましたが、毎年選手の入れ替えが激しく、戦術が浸透しないことから失速してしまい、11位でシーズンを終えます。2013年、地元宇都宮市出身でサガン鳥栖の元監督 GM であった松本郁夫をシニアアドバイザーとして迎えます。補強面では元日本代表のサントス・アレサンドロを獲得し、 J1 昇格へ再スタートを切りました。第9節から第23節までは J1 昇格プレーオフ圏内の6位以内をキープし、好調なシーズンかと思われましたが、第19節以降4連敗、そして11試合勝利なしと、ここ2年間と同じような状況に陥ります。責任を感じた松田はシーズン途中に退任の意向を明かします。
後任にはシニアアドバイザーの松本郁夫が就任し、チームの立て直しを担いました。監督交代後はホームゲーム4連勝もあり、過去最高順位の9位でシーズンをフィニッシュします。しかし栃木 SC に過去最大の危機が訪れます。メインスポンサーである小島がシーズン終了後にスポンサーを撤退することになったのです。さらに2013年度決算で約1億5000万円の債務超過に陥るとクラブは発表。2014年度までに解消されない場合、 J リーグライセンス剥奪の可能性があることも併せて伝えられます。2014年は松本が取締役に専念のため監督を辞任し、ヘッドコーチであった坂倉雄二が新監督に就任します。しかし債務超過が原因となり、チーム得点王であったサビア、クリスティアーノなどの中心選手が退団することになりました。新スポンサーの獲得や県民からの募金により債務超過は解消され、ライセンス剥奪は免れましたが、 J2 最下位で J3 降格となってしまいました。クラブの首脳陣が責任を取り辞任、 GM と強化部長も解任となりました。 J3 参戦初年度となった2016年、新社長に宇都宮市出身で取締役だった橋本大輔が就任し、新監督には湘南ベルマーレでヘッドコーチを務めていた横山雄二を招聘し、 J2 昇格へ再スタートを切ります。全ては栃木のためというスローガンを掲げて戦いましたが、優勝を逃し2位でフィニッシュ。J2、J3 入れ替え戦でスウェーデン金沢に敗れ、1年での J2 復帰が叶いませんでした。2017年、ガンバ大阪から岡崎健也などを補強しシーズンを迎えます。開幕から9試合負けなしで2位とスタートダッシュに成功し、3連勝や6連勝を含む13試合連続負けなしを記録し、首位をキープしますがその後失速。最終的に優勝は逃すも2位でフィニッシュ。入れ替え戦が廃止されたことにより、3年ぶりに J2 昇格をつかみ取りました。社長の橋本はこの年に J リーグ主催のスペイン研修に参加しており、クラブの哲学となるフィロソフィーの重要性に気づきます。そして J2 復帰となった2018年、毎年発表していたスローガンを廃止、クラブフィロソフィー Keep Moving Forward 常に前に進み続けるを発表しました。2018年、2019年は共に苦しいシーズンになりましたが、なんとか J2 残留に成功。そして2020年、新スタジアム関石スタジアム栃木が完成し、5月のこけら落としに向けて準備が進められてきました。しかし世界中を震撼させた新型コロナウイルスが日本でも流行、再び経営危機を迎えてもおかしくない状況で、スポンサーや地域の支えにより被害を最小限に食い止めることができました。その後の2021年、苦戦を強いられるも J2 残留。そして2022年から両親が栃木出身とゆかりのある時崎優を監督に迎え、栃木らしさを追求して戦いを続けています。何度もクラブの危機が訪れる中、栃木 SC を支えたのはファン・サポーターの存在でした。2023年は厳しい戦いが続いていますが、しっかりと残留を果たして将来の J1 昇格に向けての基盤を作ってほしいと思います。